ドイツ語と北フリジア語の二言語兵器による案内。それぞれ上がドイツ語、下が北フリジア語。フリジア語は、オランダのフリースラント州周辺及び、ドイツの北海沿岸にまたがるフリースラントで用いられる言語である。インドヨーロッパ語族ゲルマン語派の西ゲルマン語群アングロ、フリジア語群に属する。フリース語、フリスク語、フリースラント語、フリースランド語とも呼ばれる。 英語と共にアングルフリジア語群に属す言語だが、英語とフリジア語の意思疎通は不可能である。中英語から分離したスコットランド語を除けば、現在使われている言語の中では、英語と共通点を持ち、最も英語に近い言語とされる。単語には古英語とアングロサクソン人の言語、古フリジア語の面影が強く残っているとされる。言語学的にはオランダ語や定作線語等の、 低地ドイツ語とは、語群以下のレベルで系統が異なるにもかかわらず、長年にわたる接触と交流のために、外見上はオランダ語や低地ドイツ語に似てきており、オランダ語の方言の一つとみなされることも多く、オランダ語、フリジア語が互いに意思疎通が可能だとされている。名前が紛らわしいが、オランダ語の西フリースラント方言や、低地ドイツ語の東フリースラント方言とは別の言語である。 近隣のゲルマン語派に合わせて次のように区分する例がある。フリジア語は以下の三つの言語に分類される。西フリジア語の和者が最も多く、フリジア語といえば西フリジア語のことを指す場合もある。AB カメイタカシ、河野六郎、地の A 一編著、言語学大辞典セレクションヨーロッパの言語賛成堂、1998年400ページ。 ISBN4 から475018056ありがとうございます。